です。こちらコマポテトです。本日でぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ということで今日はですね、コントロールカーブシュートについて調べてみたということでやっていきたいなと思います。いやー、ウィーレもですね、ライブコンディションであったり、TOTW が始まったりですね、なかなかここからまたね、熱っていうのは上がっていくんじゃないのかなと思いますが、その中でオンチャレをやっていく中でですね、コントロールカーブシュート、コンカですね、いわゆるコンカを打つ、もしくは打たれるパターンということがね、また多くなってくるんじゃないのかなということで、今回はそこにフューチャーしてやっていきたいなと思います。で、意外にね、コンカは深いです。からぜひね、これを見て、知ってる人も、いや、コンカなんてあれでしょうって思ってる人もね、ぜひ見ていただきたい。まあ、調べていくとですね、入るコンカ、入らないコンカというものが明確にあるということが分かったので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。そもそもコンカを打った人、打ったことがないよ、あんま打たないよっていう人に対してちょっと説明をしておきますが、まあ、コントロールカーブシュートのことになるんですけども、クラシックタイプで言うと、シュートボタンを押して下にスワイプというかスライドというかね、するとコントロールカーブシュートになるんですけど、それをですね、やるとですね、まあ、真正面に打たなくて済むと、ストレートの軌道っていうのはやっぱりキーパーにとっては取りやすい部分になってくるので、そこを難なく決めることができるよ、みたいな形ですかね。なのでこれができるとできないとではだいぶ世界が変わってくるかなと思います。ということで今回はですね、まず入るコンカ、入らないコンカ、これがどう違うのかっていう条件を明確にしてから、それに対してじゃあその条件を満たすための動きをどうしたらいいのかっていうところで検証をしていきました。で、今回ホルランでですね、いろんな角度からコンカをいっぱい打ってきました。そしてですね、明確に入るコンカの条件というのが一つ分かりました。それはですね、ズバリ選手の体が開いているかいないか、この一つです。シュートを打つときに選手の体が開いていると、このコンカが鋭く曲がったり、ゴールに吸い込まれるような軌道を描いてくれるということが分かりました。なので、この体が開くような操作をどうしたらいいのかというところをね、見ていきます。実はですね、ペナルティエリアよりちょっと遠いところからです。ゴールに対して平行な角度でボールを持っていてシュートを打っていきました。で、だんだん近くなって、近くしていってって感じですね。やっていきました。遠いところになってくると、なかなか曲がりにくいなっていうイメージがありました。そして、だんだん近くなっていって、ペナルティエリア内になっていくとですね、これは入るような、体がこう開いているようなのがわかりますかね。入るようなイメージ、体が開いて、シュートが吸い込まれていくようなイメージができていくなということがわかりましたね。あ、もしかしてと思ってですね、ペナルティエリア外のところから平行な角度で、やっていくとですね、これあんま体開かないんですよね。たまに開くんですけど、イメージで言うと2分の1ぐらいですかね。2回に1回ぐらいは開くけど、2回に1回ぐらい開かない時が出てくるということが分かりました。ちなみにペナルティエリア内でやるとですね、ほぼ 100% 開いてますね。なのでペナルティエリア内と外でですね、大きく条件が変わってくるということがここで分かったかなと思います。次にですね、平行ではなくてちょっと後ろ気味ですね、ラインに対して後ろ気味の角度を持ってシュートを打っていくということをやっていきました。そうするとですね、だいたい体開いてくれてますね。なのでペナルティエリア外から打った時でもですね、斜めにすると入りやすいと、いいシュートが打てるということが分かりました。で、ペナルティエリア内で後ろの方の角度でやってもですね、まあ開いてはくれるんですが、まあその必要性がそもそもないかなというところなので、今回打つっていうだけの視点で言うとですね、その必要がないかなって感じなんですけど、まあまあそうですね、後ろ向きでも一応開いてはくれるということが分かりました。ゴールに対して80度から70度ぐらいのイメージで体の向きをするとですね、うまい具合にかかっていくかなという印象でしたかね。まあそれぞれちょっと細かい場所によってですね、角度が変わってくるので、これは矢印でちょっと示しておきますね。こんなイメージになっていくかなと思います。で、タッチライン際の部分になってくるんですけど、これはですね、思いっきり角度をグって、あ、矢印がこうこっち向いてるの分かるかなと思うんですけど、思いっきりグッと真後ろ向いてですね、シュートを打つと意外にこれ今回入ります。あ、この理論で言うとですね、やっぱり入るんですよ。これはペナルティエリアないでもさすがにこの角度じゃないとちょっと根拠かかんないんですけど、なのでこれを知ってるだけでだいぶちょっと関わってくるかなというところですかね。なのでもしチャンスがあればですね、この辺りまで持っていって真後ろを向いた状態、ほぼ真後ろを向いた状態で根拠を打つと意外に入るよということが分かったので、ぜひやってみてください。はい、ということでちょっとまとめますね。まず1点目として、入る根拠というものに関しては、体が開いているか開いていないかというのが条件ですよ。
ということが一つ言えます。まあこれが操作によってまた操作だけというよりはボールのその時の位置とかにもよってちょっと変わってくるので、そこは注意が必要ですよということ。でその開くために何をしたらいいかっていうところを矢印で示すとこんな感じ。ペナルティエリア内の場合はゴールラインに対してほぼ平行でだいたいコンカが決まりますよ。で、ペナルティエリア外の場合、外の場合はゴールラインに対してちょっと後ろ気味の角度を持っていくと入りやすいですよ。体開いて打ちやすいですよということが分かりました。ちなみにこれ開きすぎちゃうと結局逆に意味なくなっちゃうのでね、そこは注意をしてください。で最後おまけとしてタッチラインギアギアのところですねになってくると、ほぼ真後ろを向くとですね意外に入ることあるよということも一緒に伝えておきます。はい、ということで以上で入るコンカの条件というところをですね今回はやってきました。これを知ってるだけでですね試合中に選択肢が一つ増えるっていう部分もあるし、逆に守備をやってる時もですねここから今回打たれるかもしれないとかね、そういったところも頭に念頭に入れながらできるかなと思いますので、ぜひ活用してみてください。わからない人はまず練習モードでやっていくとですねすぐできるようになるのでやってみてください。ということで今日の動画これで終わりたいなと思います。よかったら高評価チャンネル登録をしていただけるとすごくすごく励みになりますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。